フランチェスカルブランの肖像トマス・ゲインズバラ作画、フランチェスカルブランもしくは、フランチスカ・ドロテイ・アルブランダンツは、18世紀の著名な声楽家にして、女性作曲家。ドイツ出身だが、イタリア人の音楽一家に生まれ、両親並びに、弟ともに、音楽家として有名であった。彼女自身は、歌唱力と器用さゆえに、のソプラノ歌手であり、イグナツ・ホルツバウアーや、 アントン・シバイザー、アントニオ・サリエリのような同時代の作曲家は、彼女を意図して、この上なく、技巧がかった主役パートを書いている。またその多彩サブリは、舞台を超えて、作曲やクラビーや演奏においても発揮され、6つのバイオリン・ソナタやピアノ三重奏曲といった、気楽曲を作曲した。1756年3月に、 マンハイム宮廷楽団の首席チェロ奏者のインノチェンツ、ダンツを父親に、舞踏家のバルバラ・トエスキを母親にして、マンハイムに生まれる。チェリストのフランツ・ダンツとバイオリニストのヨハン・バプティスト、ダンツはいずれも弟である。16歳で公式に歌手活動に入り、翌年にはマンハイム宮廷歌劇場と契約を交わすが、初めてその舞台に立ったのが、1772年5月の、 フロリアン・レオポルト・ガスマンの恋する職人だったのか、それともアントニオ・サッキーニの宮廷の田舎娘の主役だったのかは、今なお議論が続いている。それから4年間をマンハイム宮廷歌劇場で過ごし、その間に数々の新作オペラの初演に加わった。例えば次のようなものが知られている。このうち校舎はフランチェスカの恋に合わせて作曲された。21歳で、 ロンドンに客演し、ヨハン・クリスティアン・バッハやサッキーニのオペラ4作品に出演している。1778年にマンハイム宮廷楽団のオーボエのビルト・オーソで作曲家のルートヴィヒア・アウグストルブランと結婚し、夫婦で演奏旅行に出向く。同年夏にイタリアで演奏旅行を行った後、1779年の春にはパリのコンセール・スピリチュエルにおいて、 競争公共曲の独奏パートにイタリア語の歌詞を付けたものを歌い上げ、聴衆を新刊させた。1780年には自作のバイオリン助走付きのピアノ曲を出版している。著名なソプラノ歌手としてヨーロッパ中の主要な歌劇場や演奏会場の舞台に立ち、とりわけイングランドやドイツ、イタリアで大評判を取った。1778年8月3日のミラノスカラザの コケラオトしにおいて、サリエリの歌劇の主役を歌っている。1779年から1781年にかけて夫と共にロンドンに住み、この間にキングスシアターに出演している。1780年には著名なイギリスの画家、トマス・ゲインズバラが彼女の肖像画を描いた。この時期フランチェスカは家族にも恵まれ、ロンドン滞在中の1781年6月に、 長女ゾフィーを1783年にはミュンヘンで次女ロジーネを出産した。1785年には夫婦でヨーロッパ各地へ演奏旅行を再開し、ナポリとベルリンの公演に参加した後、ロンドンで夫ルートビヒが休止する。彼女自身もそれから5ヶ月後に35歳で亡くなったため、夫の死後に舞台に立ったのは2回きりであった。 イジたちのうち、ゾフィー・デュルケンはピアニスト及び作曲家として、ロジーネ・ネルブランはミュンヘンのオペラ歌手及び女優として、名を馳せた。ゾフィーの娘たちや孫娘たちも音楽家になった。ありがとうございます。